毎週木曜日のこの時間は、飯田和夫のブラッシュアップです。さて、えー、韓国で、韓国のソウルで、今週月曜日、日本、中国、韓国の三カ国首脳会談が開かれまして、まあこれが実に4年半ぶりの開催ということで、まあそこでは、東アジアの安全保障というものも大きなテーマとなりました。はい、そしてその夜、し 国会には終わりましたけれども北朝鮮が軍事偵察衛星の打ち上げを強行しましたねはいであと台湾でいうと新しい総統が誕生しまして、えー、それを囲むように中国が大規模な軍事演習を展開ということでなんか飯田さん東アジアの不安要素というのが消えないですね。えー はい。そしてあの、今朝はあの、北朝鮮がまたに弾道、まね、ミサイル発射しましたね。はい。そうなんですね。で,で、今日はあの、先ほど言いました、あの、おっしゃった、あの、台湾近海での軍事演習もそうなんですけど、はい。 とですね、日本のメディアがあまり報じていないんですが、<う>私はもう一つの軍事演習に注目したいと思ってます、<え>えこれはですね、えー、やっぱり中国なんですよ、<う>ただあの、中国単独ではなくて、ほ、え、か、ー、<同>の,の国とやってるということなんですね、はいえー、ね中国とじゃあ、合同演習をしたのはどこですか、はいえっと、中国とカンボジアなんですよカンボジアあでもそうか、カンボジアは中国と関係が緊密な国の一つですよね。 あと、その海洋進出を続ける中国に対してア、ASEAN アが一枚岩になれないのは、その中国と近しい関係にあるカンボジアと、あとラオスの存在って言いますよね、うん、はいあのー、カンボジア国内のインフラ整備っていうのは、多くを、まあ、中国が担ってるんですよね。うんえー、で、まあ、そのような蜜月関係を背景に、中国とカンボジアの軍がですね合同演習。 今月の15日から、まさに今日三30日まで、えー、今、えー、続けられてます。<ー>で、このゴ合同軍事、合同演習の名前は、英語表記で、ゴールデンドラゴン2024、ええ、つまり、うん、金の竜ですね。はい、で、演習の場所はカンボジア国内んですよ。<ー>で、中国の国営メディアは、この演習をこんなふうに表現してまして、中国とカンボジアが運命共同体であることを具体的に示している。 こんなふうに言ってますね。中国とカンボジアは運命共同体っていうのは、まあその2国間の緊密ぶりもね、えー、伺えますけれども、どういう演習が行われたんですか。はい、ええー、まあこれ、は中国のメディアによるんですけど、はい、まあ目的は、まあ、テロリズムへの対処、まあ、それと、まあ救援活動のレベルアップ、うん、まあこんなことなんですよね。<ー>で、具体的には、市街地で、えー、テロ行為が起きたときに、まあど、えー、どういうふうに封じ込めるか。 また、あのーまあえー、カンボジアの山岳地帯に敵が、まあ、陣地をは、えー、設けた時ですね、これをどのように解明するかなどなどで、うん、また海においても、遭難者の救助や、えー、船の乗っ取り、いわゆるシージャックへの対処などを訓練しているみたいです。うん、まあこれにはあのー、中国、カンボジア双方から合わせて2000人以上の兵士が参加していますが、うん まあ先ほど田端さんもおっしゃったように、まあ、この2つの国の関係から言うと、ええ、まあ事実上、中国の軍隊がカンボジアの軍隊を指導するという関係だと思いますね。はい、で、<ー>えーまあ、船でいろいろなまあ兵器を中国から、えー、カンボジアに運び込んでる、こんな風な具合です、はいうんまあ、確かに中国の影響力が色濃いカンボジアで行うっていう、まあ、中国主導の合同演習っていう感じですかね。はい はい、<ー>でこの合同演習、ゴールデンドラゴンですけど、はい、実は毎年行われてます。そうなんですね。うん、はい、でただしですね、ええ、ここからがまあ今日の注目点なんですが。何でしょうこの演習で、初めて中国の、まあなんですかねい、いわゆる秘密兵器が登場しました。すごく気になります。何ですか、その秘密兵器って。兵器ってはい、ええーい、犬の形をしたロボットなんですよ。ほう<え>。はい。 で、中国人民解放軍系のメディアが報じているんですが、ざっと紹介します。まさにですね、ロボットの犬なんですよ。で、見た目は犬そのもの。で、4本の足で自由に走り回る。それもあの、前に進んだり、寝そべったり、ジャンプしたり、後ずさりしたり、全く犬と同じです。で、おまけにですね、人間の手にあの、前足を乗せる、お手って声がありますよね。お手。これもできるんですよ。へー。 で、AI の機能が備わっているんでしょうね。あのー、前、前方に、障害物を見つけたら、それを避けて進めるって、まあ、こんな方法も自分で考え出してますね。はい。はあ、で、この犬型ロボットは2種類あ2つの種類がありまして、はい。一つは、ま、体重15キロ。で、これは、あの、連続して4時間まで走り回れます。で、これは偵察用なんですよ。はあ、で、もう一つは、体重50キロを超えてます。で、これはですね、えー、80キロ以上のものを背負えるんですよ。 うん、でつまり、この大型の犬型ロケットの背中に、うん、まあ銃など様々な、さまざまな攻撃用の武器を装着することができて、例えば銃弾を発射する、こんなこともできるわけですよ、ねはい、なんか恐ろしいですね。ねえー、それをどういうふうにこう活用していくんでしょうかね、はいえー、実際の戦場や、まあ、テロが起きている現場において、 え、偵察に使ったり、また、え、この、銃器を背負える大型の、まあい、犬型ロケットの場合は、敵に向かって、ま、銃弾も発射できると<ー>。つまり、こう、兵士が、 え味方の兵士がまあ負傷しなくてもいい、また兵士の命がえ損なわれることなくて、ですねかたや敵にダメージを与えることが可能、ここうういうことなんです、はい、まああの最近、戦場ではあのドローン、攻撃用のドローンを使うっていうのもよく聞きますけども、ただ、空を飛ぶドローンの中には偵察だけじゃなくて、やっぱり。 攻撃として使うものもねありますもんね。えウクライナでの戦争においてもロシアウクライナ双方がまあ使ってるわけですけど、犬型ロボットはじゃ地上での無人攻撃で活用できるってことですかね。はい。えー、これも中国の軍部に近いメディアなんですけど、もうん、このように分析しています。あのなんとも本当不気味な表現です。犬型ロボットが軍事演習に登場し任務を遂行した。うん、このことは 中国人民解放軍にすでに配備されたことを意味するのかそして近未来の戦争を変えることを意味するのかはい、えー、まあ私はあの軍の装備については詳しくないんですが、えー、今のこの分析はですねこういうふうに続けて解説しています犬型ロボットを最初に開発したのは中国ではなくアメリカだっただがアメリカは 犬型ロボットが出す音が大きくシステムが複雑なため犬型ロボットの研究開発を断念しているシステム化を最初に実現したのが中国人民解放軍であるうんまあその中国メディアの解説がその通りであるならば戦争に使える犬型ロボットの開発は中国がまあリードしているっていうことなんですかね 気になることがあるんですよねでで、中国で犬型ロボットを開発してきたっていうのは、軍だけじゃないんですよ、はあ、で大手の,あの家電メーカーも手掛けてきました。 でこれはですね、ペットとしてまそばに購入者は置いてるんですよね。例えば一人暮らしの方とか、高齢者とか、障害を持つ方々にまあまあ癒しになってるんですよ。でただですね、この犬型ロボット販売してる中国の大手メーカーをアメリカの国防総省はま軍人関軍事関連企業だと認定してます。つまりあのこの家電メーカーがえー中国の軍隊をの先端技術開 開発を支援しているってことなんですよねは<ー>、まあ、で中国の場合は産業界において、軍と民、軍民一体が当たり前ならば、ですね、まあ、この犬型ロボットの開発も例外じゃないんじゃないかなってことをまあ疑わしてしまいますよねただ、あのー、これまでも軍事情報っていうのは、中国、公表したがらないっていう印象があったんですけれども、今回、こうやって犬型ロボットをメディアを通じて紹介したのはなんでですかね。 はい、私もその点をあれこれ考えました。はい、で、まあ、カンボジアと,との、まあ、合同軍事演習ですよね、はいまあ、ここがポイントかもしれません。で冒,頭冒頭で紹介したように、まあ、影響力を発揮しやすいカンボジアで行っている合同軍事演習、はいで、犬型ロボットという、まあ、新型の、まあ、兵器をです、ねまあ、テストしやすい環境にあったと思います。えーまあ、つまり、中国国内ではなく、環境の違う,う外国で使えるかどうか。 そして成功した。だから、国営メディアが報じたと思います。で、もう一つはですね、中国の軍事技術の、まあ、レベルの高さを、まあ、誇示して、海外にアピールしていると思います。外国への武器輸出、まあ、武器販売というビジネスにおいてもですね、 これはまあ今後期待できるまあ商品になるという計算も働いているかもしれません。<ー>まああの大規模な兵器じゃないので、値段もそれほど張らないはず、えー、まあそれが犬型ロボットなわけなんですよね。玉川<ー>さん、今日の話聞いて、どういうふうに思いますかいやいやなんかでも恐ろしいなって思いますねそうですね。ね まあ、あの、本当、あのー、うん、愛顔用の、えー、ロボット、ペットならいいんですけど、うん、ちょっとこれは。えー、中国の新しい、えー、軍事戦略になるかもしれない、ちょっと気になるニュースだと思います。ね、民間レベルのものが軍事に転用されるっていうね。うん、ちょっとそういう危うさというか、怖さもありますね。えー、ここまで、飯田和夫のブラッシュアップ、お送りしました。飯田さん、ありがとうございました。いしたはい、ありがとうございました。ここで、グーグルポッドキャストをご利用の方へ、お知らせです。 ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコアップルポッドキャストスポティファイアマゾンミュージック YouTube ミュージックいずれかのアプリをご利用くださいこれからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください